皆さんこんばんは。出口は先か。それではバイオハザードビレッジの続きです。怪人ゴローは倒したので湖方面から出ます。これは生き物か。思ったよりやるな。誰だ。おいおい、会ったばかりだろう。まあどうでもいいが。残ってるのはお前だけってわけか。お前はタフだ、それは認めよう。だが瓶を揃えた後、どうローズを直す。何が言いたいんだ。俺が手を貸してもいい。今さら謝罪か。勘違いすんなよ。これはあくまで取引だ。いいか、村の外れに砦がある。そこで俺の瓶を見つけろ。できたらお前を認めよう。まずは墓地まで戻ってみな。ムカつく野郎だ。これは親切にどうも。瓶だけ集めても元に戻せないのはその通りなんですよね。ここ最初にモローから瓶を取った場所か。そして忠告通りに村に戻ってみました。まあこのゲーム一本道なんで他に行けるとこないですけどね。背後に敵が湧いて不意打ちってのを警戒しましたけど、そういうことはしないようです。カンクやリングとかは何もない場所に敵がワープしてきて不意打ちとか大好きですからね。声はしたのに敵がいませんね。そろ出てきたけど、これはもう位置バレしてるのかな。ああしてるね。こっち見てるわ。このゲームステルス要素はほとんどないからね。隠れて1体ずつ倒しながら進むってのはできないみたい。まあそれなら囲まれないように気をつけながらなるべく格好撃破するしかないわ。
もっといるはずだけど、来ないな。来ないけど、スナイパーライフル一発で倒せたのかな。あっさり全滅できたけど、まだ入り口だからね。まだいたか。こいつ相手のレッドガードもいい加減慣れたわ。これ、進むごとに出現フラグあって、小出しで出てくるみたいだね。弓で銃に挑むなどと。左上に、まだ9兵がいますね。今回、珍しく敵がいっぱい出てきますから、この後もあの獣化住人との戦闘です。アイテムを餌に慕わなかと思ったら、何もしてこないですね。待ち伏せ大好きフロムワイカ略。フラグを踏むと一斉に出てくるから、仕組み的には地球防衛軍に近いな。あれ、こんだけか。やはり囲まれてピンチと見せかけて、あまり理不尽なことはしてこないようです。この辺のバランス感覚はよくできてますね、このゲーム。
こも敵が出てくるのは見え見えですね。問題は出てきた時にどういう配置になるかなんですよね。ちなみに地雷による自爆ダメージはありません。あれバーが出てたじゃん。ボタン離しちゃったかな。いつの間に背後に来たこいつ。背後に回られた原因もこれだよ。消費が激しいな。節約する余裕もないし。2本目のレバーでは敵は湧かないのか。また宝箱あるけど、まだ取れないっぽい。ここで一旦セーブできるようです。
ここはまた明らかに敵が出てくるマップですが、奴らの巣か。その割には隠れてるけどね。このテル爆弾を有効利用したいな。来たか。始めるとしよう。3匹いるなら手榴弾の出番だ。なぜ戻ったし。随分凝ったモーションで移動してくるんだね。敵のモーションはさすがですよね。パターン多いし、とても自然です。そしてもう終わりか。やはりピンチに見えて、大したことはないね。なんか一人だけ遅刻してきた人がいるわ。二人いた。この場所が良くない。変えるべき。ほら、また上から来てる。多いね。十分に弾が配置してあるのでいくら出てきても構わないんだけど。手榴弾も貴重だからな。数多いと使いたいけど、残りもそう多くない。
爆弾を使おう。よし、うまくいった。倒せたんじゃないかな。手榴弾でも一発で倒せないんだ。まあ手製のパイプ爆弾だしね。専用のものよりだいぶ威力低いだろうね。これ手榴弾使い切ってたらやばかったかもね。ショットガンはだいぶ温存してるからで、まだまだ余裕あります。ちょっと拾い忘れがないかチェックしてきます。ここでゴールみたい。いつものトロフィー用の人形だね。
回復薬はありがたいけど、カバン圧迫するから、できれば材料で支給してほしいな。これさ、弾や薬の素材は別枠でカバン圧迫しないんだから、動物の肉もそうしてほしかったですよ。戦争中にのんきなこと書いてるけど、これ相当昔の話だろうね。降りたら戻れない系、どう見てもボス戦です。最初に村で会ったガスコインごときの敵です。ハイゼンベルグが変身した姿かと予想してたんですけど、ただの中ボスでした。ここはマグナム使いますが、取っといてもしょうがない。これはコルト M、 いわゆる西部劇時代の軍用品銃で、本来マグナム弾は装備できませんが、そこはゲームなのでマグナム銃として魔改造されてます。割にかなり硬かったですね。台座に乗って敵を呼んでる時とかはダメージ脳幹で無駄玉だったかもね。それではボスも倒したので、今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。